どうもこんにちは。これスマホのライトニングケーブル、充電用のケーブルなんですが、使ってるうちにここの根元の部分がこうひび割れてきてダメになっちゃうんですよね。でそれを直していきたいと思います。で、まあ、これダメになったやつなんですけども、同じです。こうダメになった部分を取り除いて、まあ、こうカッターとかハサミで取り除いて、断線してないようであればまだ使えると思います。これは断線してませんでした。でこの熱収縮チューブを使って直していきたいと思います。まずはここのここからここまでの長さにカットして、カット、これを通します。でここをライターで炙ると、でこれフィットしてませんが大丈夫です。熱収縮チューブ10ミリのものを使用しています。次はこれを覆いかぶす感じで、この長さでこんぐらいかな、でカットします。でこれはここに来るように固定しながら、でこれがこう動かないようにマスキングテープで軽く留めます。まあ、マスキングテープ以外でもいいと思います。こんな感じでいいと思います。そしてこの長いやつをそしてまた加熱します。はい、収縮して出来上がりました。若干この部分遊びあるんですけど、ここキュッて締まってしまうとまた今度ここから折れるんでね、またあのひび、またここからひび割れるんで、少し遊びがあってこういう風に動くぐらいでいいと思います。これでまた使えると思います。これホームセンターなんかに売ってますんで簡単に直せると思います。ぜひやってみてください。それではまた後ほど、さようなら。